駅舎稲寺駅は兵庫県山ヶ崎市稲寺2丁目にある西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は JRG51、JR 宝塚線の愛称区間に含まれている。1981年4月1日に福知山線の塚口宝塚駅間の電化に伴い開設された。福知山線内では 西の宮柳尾駅と新三田駅に次いで新しい、当駅の管理駅は天ヶ崎駅である。ホーム相対式2面2線のホームを持つ地上駅で伊丹寄りに、橋上駅舎を有する。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は京上にある一箇所のみ。改札のすぐ横にはキオスクが出展している。開業からしばらくは、 改札口まで階段を利用しなければならず、バリアフリー面の整備が遅れていたが、2011年3月にエレベーターが設置された。ホーム間の移動は、古線橋を使う。アーバンネットワークに属する直営駅で、自動券売機、自動改札機ともにアイコカ及びアイコカの、相互利用対象 IC カードが利用可能。普通電車のみが停車し、 日中時間帯の本数は1時間あたり4本である。朝ラッシュ時の大阪方面は本数が多く、JR 東西線方面に直通する列車もある。2019年度の1日平均乗車人員は9732人である。近くには高校や工場などがあり、学生などの通学、通勤者が多い。また、駅自体は天市にあるが、 伊丹市との市境付近にあるため、伊丹市民の利用も多い。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅の西口、東口にロータリーがあり、東口には阪神バスが、西口には伊丹市バスが発着している。阪神バス、伊丹市 A バスこのほか、駅の西にある産業道路を阪急バスが運行しており、 西口のロータリーへ乗り入れない代わりに、東海路線用の最寄り停留所として、稲寺西口停留所があり、阪神山ヶ崎や伊丹本町を経て、阪急川西の瀬口などへ発着する。なお、2020年9月25日までは、阪急バスも東口から阪急園田方面への、系統を運行していた。ABCDEFGHIJK、兵庫の鉄道全駅 JR。 三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日、99ページ。ISBN 9長7843億4300万6028。ABCD 曽根悟る、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線国鉄、JR44 号福知山線、万丹線、加古川線、姫新線。 朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年5月30日、11ページ。愛国会いよいよデビュー。平成15年11月1日より、サービス開始いたします西日本、旅客鉄道プレスリリース2003年8月30日、AB、稲寺駅,駅駅情報、JR お出かけネット。西日本旅客鉄道。 2018年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年3月5日閲覧兵庫県統計初級天賀崎市交通局2020年9月25日阪急園田 JR 著名時伊丹営業所前路線廃止について阪急バス2020年10月5日閲覧ありがとうございます